こっちが食われそうっすもんね。こうガブッと。はい、矢野トールの YouTube。 はい、というわけで新日本プロレスの矢野トールです。本日はですね、何をしていくかというとですね、モスバーガー、矢野トールが好きなメニュートップ3ご紹介していくという、動画になっております。家が近いのもあったんですけど、味も美味しいということでよく通ってたんですね。モスバーガーはやっぱなんかこの食材がなんかなんですかね、こう豪華というか本格的なものを使ってっていうのなんか日本の走りなんじゃないかなということでね。というわけでですね、矢野トールプロデュース始まるよ。もう早速もうチラ見えしてるんですけど、第3位から発表します。第3位はじゃじゃん、スパイシーチリドッグです。僕はね、スパイシーチリドッグがね、子供の頃はずっと1位でしたね。やっぱその当時ね、このハラペーノなんてのがついてくるなんてのは結構革命的でしたよね。辛っとかってなって、でやっぱまあ今でもね、辛いものはね結構好きなんですけど、その辛いもの好きの原点なのかなっていうのもあって、あとこのミートソースかかってるこの豪華さ、これを食べるまではね、ただのケチャップのホットドッグしか知らなかったの少年が豪華なホットドッグをしてしまってですね、仰天するというね、こんな感じです。いただきます。うん、いや、これはね美味しいですね。これでもチリドッグも、まあもともとこれはチリドッグじゃないですか。でさらにこれが乗っかってスパイシーチリドッグ、大人になったかわかんないですけど、子供の時に感じた辛さと全然違いますね。子供の時はもうこれが辛くて辛くて、辛いものってなんかたまにチャレンジしたくなるんですか、自分が。あー辛いっていうのに、なんかそれの原点だったんですよね。でも子供の時あんだけ辛いと感じたものは今はあんまり辛く感じないですね。ピリ辛でちょうどいい辛さ。うん、こういうハンバーガーチェーンでホットドッグってあんまないじゃないですか。それもあったのかもしれないですね。うん、あとモスバーガーといえばあれですね、ライスバーガー、あれが出た時は結構衝撃というか、やっぱり言っても日本人っておにぎり文化あるじゃないですか。おにぎり文化のあの食を満たすという意味では、ライス、焼肉ライスバーガーとかあったじゃないですか。あれはやっぱり革命的だったし、だからやっぱそこが日本で生まれたってとこなのかもしれないですね。チキンナゲットなんか皮がそんなにこうバリバリついてないんですよね。結構このチキンがしっかりしてるから、あれがいいんですよね。あと鬼ポテがいいですよね。鬼ポテ、玉ねぎなんて子供ってあんま好きじゃないじゃないですか、そもそも。でも鬼ポテは食べると甘みがあるから、あ、玉ねぎって美味しいんだって初めて気づかされた瞬間なのかもしれないですね。ちょっとなんか多分あの衣も甘めの衣というか、フリットっていうんですかね、ああいう感じだから、だから鬼ポテなんかもねいいですよね。はい、というわけで第3位は、スパイシーチリドッグでした。というわけで続いて第2位の発表です。第2位はロースカツバーガーです。見てください、これロースカツバーガー、モスの中でキャベツの量が一番多いと。これがね、僕ね、ほんと好きで、小学生の初めの頃スパイシーチリドッグにこれハマって、その次にハマったのはこれなんですよ。2つ頼む時はこれとこれだったんですね。このコンボで中学生時代までの胃袋を満たしていたと。と言いながらこうやってね、なぜかこうやってね、もう一回しまい出す。これなぜかというと、その食べ方があって、お叱りの声とかももう一切何も受け付けないんですけど、めちゃめちゃ潰すんですね。お酢ぺったんこに。いや、これがね美味しいんですよ。これで食すんですね。いや、これをね、ちょっとね、皆さんね、もしあれだったらコメント欄でね、ちょっと答え合わせしたいんですけど、こうやる人いると思うんですけどね。いただきます。ほら、だ、皆さんは一口潰さずに食べて、まあ、二口でもで一回ちょっと中にしまって潰して食べてみます。この潰した方が一体感が出る。うん、そして非常に軽く感じる。この揚げたてのこのカツが潰してもまだサクサクしてるんですよね。僕もロースカツバーガーだけですよ、潰すのは。やっぱ気づいちゃった、これあったら、あ、まだこんなにあるって、でもこれだったらもうこれしかないって。
わかんないですね。じゃあこれね、一回やってほしいんだよな。結構もうこうじゃないですよ。こういかないと。ロスロースカツバーガーだけ出ないですよね。というわけでね、いよいよ栄えある第1位を発表したいと思います。第1位、あれこれメニューにないな。グランドメニューないやつなんですね。第1位はもうあの29日にしか食べれないあれです。というわけで第1位はお察しください、新金肉肉バーガーです。新じゃない金肉肉バーガー、僕ね3回か4回食べたんですけど、まあこの新金肉肉バーガーもこれ3回目ぐらいかな。これ見て、これもう正直ガブッといけるボリュームじゃないですよね。こっちが食われそうっすもんね。こうガブッと、ちょっと顔の小さめの女性がこっち食われそうな感じで、僕がちょっとね頭でかいからあれですけど、金肉肉バーガー、チキンパティ、ソイパティ、チキンナゲットに加えてスライスチーズを2枚使用することでタンパク質を約 32g 摂取と。これ1食で1日のね推奨タンパク質の量の半分が取れる。いやこれね、体鍛えてる方にはいいですよね。じゃあいただきます。うん、確かにこの2種類のソースが美味しいですね。最初はねやっぱね、岡田が監修してるから食べてみようみたいなね、まず去年のね金肉肉バーガー食べてびっくりしたんですよ、美味しくて。これは皆さんね敬遠せずにね、ボリュームがすごすぎてっていうので敬遠した方はいらっしゃるかもしれないですね。この日は覚悟してワークアウトするぞみたいな。あ、だからメロンソーダ飲みたくなるんですよね。モスバーガーのメロンソーダ美味しいですよね。一応ここにカロリーが書いてあるんですけど、スパイシーチリ376でロースカツ410キロカロリーなんで、金肉肉バーガーが685キロカロリーっていうことは、私は800の1450ぐらい取ってますね。この3食で賄えると野菜もあるし、そうです、はい、うん、あ、うわぁ、1個だけいいですか。ここ僕入れ忘れたというか、照り焼きチキンバーガーめちゃめちゃうまいですよね。照り焼きチキンもよく食べてた。そういえばロースカツとスパイシーチリの間に照り焼きチキンが時期の話ですよ。あった気がします。あとやっぱモスバーガーといえばフライドポテトですよね。美味しいな、あれ。やっぱちょっと衝撃受けたもんな、最初食べた時にポテトが主役になった瞬間若干あったっすよね。やっぱハンバーガー屋行くとハンバーガー食べるのがまあもちろん主役なんですけど、なんかモスバーガーの最初ポテト食べた時に、え、こんな美味しいポテトがってなって、ポテトが一回主役に踊り出た時期があったっすね。そういう風に言われると誰も言ってないですけど。というわけでね、矢野徹的、モスバーガーのメニュー、トップ3は、第3位スパイシーチリドッグ、第2位ロースカツバーガー、栄えある第1位は、新金肉肉バーガーということで、トップ3を紹介していきました。皆さん新金肉肉バーガー食べて、岡田和司をはじめね、新日本プロレスケオス応援してもらえればと思っておりますと言いたいところですが、今君たちにできることはチャンネル登録、チャンネル登録、サバが作ってチャンネル登録ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ありがとう、さようなら。はい、矢野徹、照り焼きチキン忘れちゃった。